うです最近はですね、健康に関しても、こう、モニタリングするってことが増えてきてるんですけども、特にアメリカ人はですね、健康のモニタリングのテクノロジーを使って、自分の健康をですね、管理するようになってきてるんですね。その結果、まあ、大きなメリットを得ています。クリブーブランドクリニックのね、研究によると、アメリカ人の約50%がですね、何らかの形のテクノロジーを利用して、自分の健康状態っていうのをモニタリングしてるんですね。そして、その結果ですね、多くのその身体的、精神的なですね、改善っていうのを自分自身が経験しているってことを報告しす していますこの調査はですね、クリーブランドクリニックの、まあ、心臓血管胸部研究所の、ラブユーハートというですね、消費者教育キャンペーンの一環なんですけれども、積極的にですね、利用している健康モニタリングについてですね、まあ、調査をしています。最も、そのモニターされているのは何かというとですね、圧倒的にやっぱり歩数なんですね。毎日何歩,歩歩いているかってことで、それからですね、心拍数とか、それからカロリー消費量みたいなものがですね、まあ、2位と3位に入っています。例えば、今だとね、アップルウォッチみたいなものですけど、そういったものを見ていると、そういった項目あると思うんですね。歩くということはですね、非常に重要なんで、 その、歩くことをモニタリングするっていうのはですね、まあ、とても意義があるんですけども、例えば、まあ、週に1、2回だけでもですね、8000歩以上歩くだけで、全死亡死亡リスクとかですね、それから心臓血管死亡リスクが大いに下がるっていうことが分かってますので、1週間にね、たとえ1、2回でも8000歩以上歩いたよってことはですね、まあ、健康の指標になるわけです。その、まあ、数字を見るとですね、結構みんなね、あ、ちょっともっと増やしたいなって思うようになるんですね、実際ね。ですので、日々の活動目標としてもですね、何歩歩いたかって非常にこう、一番簡単な、まあ、モチベーションを高める方法じゃないかなというふうに思うんですけれども、 ですね、こういったテクノロジーを使うことによって。 あのポジティブな変化をででですすねまあ、感じるるることができるとがき答えてい人非常に多いわけです例えばですね定期的に運動するようになったよって人は53%いますし1日の歩走ですね、えー、前よりも増やそうとしているっていうのがやっぱ50%なんですねモチベーションになってるんですねそれからモニタリングすることによって34%しかですねまあ、食生活の改善にまで意識が向くようになったよってことを言ってますしそれからリラックスとかねそれからストレスを解消する時間を意識的に確保するようになったっいうが27%もいたということですねだからフィットネストラッカーっていうのはですねそそういったその健康状 ですね、僕たちは日常生活のですね、クオリティを非常に上げることに貢献してくれているってデータが揃っているわけです。例えばですね、そのフィットネストラッカーはですね、日常僕たちがあまり目にしないようなね、まあ、データもですね、まあ、健康指標としてこう記録してくれています。例えば、心拍変動というものがあるんですけども、これは自律神経系で制御されているものですけど、心拍数のね、間のこう、わずかな時間の変化をこう測定するものですが、この心拍変動のね、まあ変動が少ない人っていうのはですね、自律神経がすごくこう過敏に、交感神経がですね、興奮している状態になる にによっってて非常スストレスフルな生活を送っているとそうういいっった指標があるんですね結構そのの心拍変動っていうのは、えー、モニタリングされていいるものが多いですそれから、二、えー、つ目としてはですね、VO2Max っていうのがあるんですね。こ VO2Max っていうのはね、運動時の、えー、酸素消費量の指標ですけれども、フィットネスレベルとかね、その体の中の酸素の取り込む能力によって、心肺機能の指標になったりもします。から三つ目はですね、立ってる時間っていうのが測定できるんですね。定期的な運動も非常に大事なんですけど、もっと大事なんですね。座って ててててててていいいいるるるるる時時時間間間がが短いことなんんでででですすす。ね。ね、だかから立っっっっ動動き回うまあ、加速度計わわけですアメリカンジャーナルプリベンティブメディスンっていうね、まあ、雑誌に報告された研究でですね、やっぱり1日3時間以上座ってる人っていうのはですね、死亡リスクがですね、3.8%上昇するっていうことがまあ報告されています。ですので、いかにですね、立ってる時間確保するかって重要なんですけども、それもですね、やっぱりモニターすることによって、ああ、自分こんなに座ってるんだってのがわかるんでね、非常に重要になります。あとはですね、4つ目として、睡眠の測定ができるのが一番大きいと思うんですね。こういったその。 ガジェットっていうのは寝てる最中もまあ動いてくれますのでトラッカーですね夜間に使用することによって自分がねどんな睡眠をとっているのか睡眠パターンをとっているのかっていうのが一目瞭然なんですねもしその数字を見た時にですねあ自分こういったことをね、まあ、日中にするときに睡眠レスが落ちてるなっていうことをですね検討するまあそういったツールになりうるわけです特にですねこのオーラリングっていうのがあるんですけどもこのオーラリングがですね睡眠時間であったりだとかそれからベッドに入ってからですね入眠するまでの時間ですねまあ睡眠セ時っていうものもまあモニターしてくれますさらに横になって るけれどもどれだけの時間ですねまぁ、あ、起きてるかっていうところも測定できるんでまぁ、あ、安眠度というかですね深く眠っている時間ですねそういったものは検討できるんですねだからまあ適切な睡眠っていうのをですねまず自分で把握してみて意外とねあの睡眠効率悪いなってことがわかればまあ、そこのところですね睡眠に入るまでのルーチンを変えてみたりだとかで必要にて、ね、変更することができるわけですだからまあこういったねガジェットですねまあ、健康でライフスタイルを追求するのに非常にこう動機を与えてくれるもんなんですけれども例えばねスマートウォッチアップルウォッチのようなものであったりだとかブ レッドタイプのものもありますしまたこんな感じですねこう指輪型のものもありますものによってスーツとかベルトとか下着とかですね胴体、まあ、にこうつけるですねまあ、そういった機器もありますしただですね一つあの注意しなければいけないのはその健康追跡のためのです、ね、そういったデバイスっていうのは基本的にですねワイヤレスで送信するために、まあ、Bluetooth 使ってるんですねでなるべくですね Bluetooth そのものはですねつなぎっぱなしにするのではなくてですね、まあ、アプリとかねクラウドにこうデータをアップするときだけ、えーまあ、Bluetooth につなぐということをしてほしいなと思いますこのオーラリング アップルウォッチってですねその bluetooth オフにできるまあデバイスなんでその辺のねあの非常にこう優秀なものなんじゃないかなと思います bluetooth がですねまあ あの問題なのはやっぱりですねその EMF っていうですね電磁波をこう発するからなんですけれども産業界はね当然そのまあ電磁波っていうのはですね害がないよってことを主張してきたわけですけど実際にはですね科学的なまあ研究を見ていくと EMF っていうのはですねまあほとんどその国際的なガイドラインをね下回るレベルでもまあ生態に何らかの影響を与えるってことは分かってんですね例えばがんのリスクが増加したりだとかまあ有害なフリーラジカルがね細胞の中で出てきたりだとか遺伝の損傷であったりだとかまあ生殖器系ですねまあそういった構造が機能したり だとかそれから脳神経の学習記憶障害やそれから神経障害が出るようなんていうことねまあ出てますしその他一般的な健康被害みたいなことですねまぁ、あ、起こりうるってうことが分かってるんですねだから毎週とかね毎日ずっとやり続けるっていうことではなくてですねやっぱりそのモニタリングする期間をね一定期間決めてそこはですね自分の傾向を知るってことで、ね、集中的にやるんですけどもずっとずっとつけっぱなしが果たしていいのかなってことは考えてほしいなと特にこう bluetooth つなぎっぱなしにするってことに関してはまあ、ある程度のリスクがあるよってことはですね妊娠してほしいんですねですのでまあこういった まあ、どんな形でもいいんで、ちょっとガジェットで、まあ自分自身のその行動パターンでね、まあ記録してみるってことは、大いに健康のですね、まあ意識を上げる、もしくは、まあ健康効果をですね、高めるで有用な方法だと思いますので、ぜひですね、どんなものでもいいんで、一度ね、まあつけて、測定してみて、自分がね、どう感じるかっていうのをね、考えてもらえばいいかなというふうに思います。今日の話うなに薬品たよとて方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。